皆様ごきげんよう。マナトと申します。ゼロ濡れガラスの巫女、続きをプレイしていきたいと思います。プレイヤーキャラはレンさんです。ルイ君を探しに迷いが渡来亭を捜索していて、黒い箱を見つけて、その中にルイ君を見つけたんですが、そのルイ君にね、なんか抱きつかれてそのまま箱の中にずるりと、引きずり込まれて、気がついたらここにいたと。ここがどこなのか分かりません。でただお知り合いのね、榊さんの手記があったんですけど、榊さんも来てるのかなっていうところですね。いやー、どこなんだろう。また迷いがかな。なんだこれは、なんだこれは。儀式的な何かを感じる。ちょっと下怖い。行きたくない。なんで出た、なんで、なん、もうほんと前回からなんですけど、めっちゃこういう狭いところで出るんですよね。ちょっと一音式に変えて、あー、もう後ろが突っかえてます。後ろ突っかえてますよ。襲われる時のフェイタルフレームを狙っていきたいんだけど、来ない来ない来ない、くるくるくる、よしよし、決まってる決まってる。わあ、めっちゃ減らせましたね。なんだそのまがまがしい紫色の、うわー、回避。あー、しまった、読み濡れだ、これは厄介。使っちゃいますか。まあ、倒せば解除になるんですけど、あー、溶けましょう溶けましょうって言ってる。はい、はい、よし。そして結局この扉は開かない。行きたくないけど下に行かないといけない。お、屏風で進路が塞がれてるな。屏風ついたて。天井には縄が張られ、無数の赤い布が結ばれている。何かまじない的な意味があるのだろうか。怖い。てかこのついたて、トンってやったら通れそうなんですけどね。ダメなのか、霊的な力が働いて倒せなくなってるのか。うわー、これはまたインパクトがすごい。視界に対する。すごい、とっさに。とっさに。ビジュアル絵面がすごい。うわぁ、さっきのは榊さんでした。花嫁選びの書。幽魂の婿は山の外より迎えられる。婿は常しエヴァの姿を描きし、エヴァにて相手を選び、意中のものを告げる。結目は婿の選びしとこしエバナを呼び戻し、幽魂の間にて二人を目合わせる。共に棺籠に入り、共に終わる相手に選ばれることをとこしエバナたちは待ち続ける。自らは選ぶことはできない相手をひたすらに待ち続ける。それは
トコシエバナの最後の望み。わっカタンカタンって。ね、なんかあの結婚した時の晴れの写真がたくさん、お供えもしてありますね。あ、ちっちゃい箱が置いてある。赤いろうそくに火が灯された祭壇には小さな箱とその奥に婚礼を挙げる男女の絵が祀られている。壁や天井にも無数の婚礼の絵が飾られているが、どれも薄汚れており古いものにも見える。いや、天井にまで。ところどころになんかこうお札のようなものも見える。まがしい。おめでたい写真だけどどこか怖い、怖さをすごく感じる。いやー、もうほら封印してありますよ。なんか進まない方がいいんじゃないかな。榊さん、なんかこうヘッドホンで聞いてるんですけど、人の話し声みたいなのがすごい聞こえる。さあ、ここにも、あ、榊さんのメモ。怖くて震えが止まらない。だけど行かなくては。彼女を選んだから一緒に終わらなければ。彼女はずっと待っていたから。まあ、大体事情は事情はお察しお察しですが、そうか、カゴの中にね、一緒に。でも榊さんは嫌だって。うわぁすごいナチュラルに出てきた。びっくりした。またこんな狭いところで。これ外に出られるな。うわぁ、そうか、壁とか関係ないんですよね、この方たちは。改めて。おお、甲冑。有婚成就の書。絵馬にて選ばれた花嫁は有婚の間にて花婿と相まみえる。黄泉に濡れ黒く染まりしを見て花婿の心が揺らぐことがなければ契り結ばれ有婚は成就する。婿の心が変わり心違えば男は一人別の箱に入れられる。花嫁は一人棺籠へと戻り再び選ばれることを待ち続ける。花婿はどっちみち箱の中に入るのは決定事項なんですね。お、すべて男性もののように見える。昔は使われたことがあったりしたんですかね。お、2階。これは最初の廊下ですね。戻ってきた。そう、
と一旦部屋の様子とか見ときますか。逃げられないかな。ここからね、おばあちゃんが覗いてたんですよね。目が覚めたかのうみたいな。さあ、ショートカットができたんだけれども、もう一回下に、あるいはこのついたてが通れるようになってるかと思ったけど、そうでもないか。なんかこう三味線の音、音色も聞こえてくるような気がする。ここはやっぱり閉ざされたまま一周してきてしまった。うお、開けられるようになった。お祝いの席だね。あの婚礼用の特別な、ちょっといい食器とかが使われてる感じですかね。うわー、こう今私がプレイしてるの冬で、まあ、12月忘年会シーズンなんですけど、なんかやっぱりこういうねお店で忘年会もやったことあるなーとかって、ちょっとだけ懐かしくなりました。花婿の書。友好を終えし花婿の魂は柱となる花嫁と結ばれ、共に棺籠に入り、強き柱となりて流らえる。友好の絵馬も成就し、魂なき花婿の体は忌み谷にて祀られる。友婚に心乱れた男の魂は忌み谷にて無縁塚に祀られる。ムクロは一人箱に入れられ、体内洞窟の底に葬られる。忌み谷のあのお墓ってそういうことだったんですね。そして体内洞窟になんかあの人のね、亡骸がたくさんあるみたいなのが、あの神社の方の手記に書いてあったんですが、それはすべてこの花婿、ああそうだったんだそうだったんだ。うわー、びっくりした。わわわわわわ、おこれは離れないと、離れないと。ああ、見取ります見取りますって言われながら襲われる、この慣れませんね。何度戦っても慣れない。さあ、びっしょり濡れゲージが満タンですけど、おお、2体同時に行けました。びっしょり。さあ、マイオンガンもちょっと終わりがまずい、なくなりかけてる。逆さ屏風、
逆さになってるのも何か意味があるのかな。ちょっとあまりそういうところ詳しくないんですけど、やっぱり有根っていうのにちなんであるんですかね。あの死に装束の時に合わせを逆にするとか、あんな感じの意味があるのかな。ああそうかそうか。こちら側も入れるのかな。ああこれは花嫁さんの衣装じゃないかな。あ、ありがたい。覗く？あ、支度部屋だ。この襖そんなに重たいんですかね。ふう。もう一度宴の席を覗いてみる。さっき反対側に、あ、開けるになりますね。おー、霧が立ち込めている。中庭が素敵ですけど、開ける。ついたてが。ムービーだ。あ、おばあさま。不気味なおばあちゃま。不気味って言っちゃいけないか。いや、不気味ですね。怖い。同様の歌詞みたいですね。こんなにめでたいことはない。蓮さん、これは有根の流れ。有根の流れ。え、今この瞬間遮影機出してパシャって撮るわけにもいきませんね。蓮さんのことを麻生様って言いましたね。この先に花嫁が。この佇まい、ルイ君、艶やか、お化粧してる。うわー、おー、
は渡らいて夢さっきのお屋敷での一連のことは何だったのか。怖かった、レン君かと思ったら、あの黒い花嫁様。レン君、様子がおかしい。見入られてるのは確実ですね。見るなと言われても一番初めの頃にね、見てしまってるんですよ、実はレンさん。何はともあれ、早くこの渡来亭を後にしてお家に帰りたい。レン君がついてきてない。でもきっとね、ついてきてくれると信じて。ところで、こんなに立ち込めてましたか、霧。いつの間にかレン君が来てる。止めてほしかったって榊さんおっしゃっておられたんですよね。でもレンさんのことちょっと恨んでる節があります。あー、清めの日、回復アイテムですけど、清めの日もね、だいぶ使ってますからね。特に何もないような。なんか今箱をね、調べるっていうのが、あ、出なかったか、気のせい。あ、レンさんの後を追っていきたいけど、ルイ君、襖が開けられない。うん、拝んでおいたら何かご利益とかないんですかね。でも縁もゆかりもないのでダメか。お茶の道具がある。回復アイテムない。内側から鍵を。お、茶の間。玄関はこの近くに。やっぱあの箱が気になるな。何も出ないといいな。あれ？ずるーり。まあね、箱があったら出てきちゃいますよね。ルイ君も一緒に取ろうか。ふう、ルイ君怖かったね。もう大丈夫。強い力で閉ざされている。
別の出口を探さないといけない。マップ、これかな。まだ開けてない扉。ね、この辺とかからも出られそうなんですけどね。射液が反応してる。チャージがたまらない。お、家のように見える。なんだこれ。手だけかと思ったら本体もあった。この二人は結構セットで出てきますね。はあ、では鍵を探しに。イエイ。また箱があるんだな。こちらも3つ並んでる。あ、これかな。あ、違うな。音はどこからしてる。お、よし。額縁の裏側から何かが落ちたようだ。赤錆びた鍵、これで。うん。そうはいかないぞと。あー、これ榊さんだ。有根を拒んだ男の人はまた別の箱の中にね、入れられるということで。ああ、こんな姿になってしまわれて。なかなか怖い怖い場面なんですけど、ルイ君の顔を見ると安心する。やだー、何このエクソシストのような体勢。榊さん怖い。あ、ルイ君だ。ルイ君、ルイ君。おお、こんな近くに。たまらない、怖い。あともうちょっとだな。よし、入った。僕にはできなかった。潰されたメモ。あの写真を見た時から終わっていた。もう逃げられなくなっていた。寂しげな表情に見入ってしまった時、思わず引き込まれた時に、ちぎりは成立していた。心が動いたら終わりなんだ。
有婚の相手として選んだことになってしまう。これから行かなくてはならない。彼女はずっと待っていたから。彼女が待っている場所はこの先にある。でも彼女が待っていたのは俺じゃない。そんな気がする。榊榊。巫女の方はお婿さんを選べないんですもんね。花婿さんが写真見て、あ、いいなって思うと、ちぎりが完成してしまうと、成立してしまうと。もうこれ以上は何も出ないことを祈りながら、全力で勝手口。よし。猛ダッシュ。無事に、はあ、まだぼんやりしてますね。ルイくんかわいい。戸惑いの連鎖。有婚。そして麻生さんこと麻生先生と間違えられたことは何を意味するのか。ルイくん、ルイくん。渡来邸に足を踏み入れた蓮は、発見したルイと共に箱の中に引き込まれる。見知らぬ屋敷で目覚める蓮。白い老婆に導かれた先には、花嫁姿のルイが待っていた。それは聖者と死者が契りを交わす有婚の儀式であった。ルイの姿は黒い着物の花嫁に変わり、次の瞬間二人は渡来邸に戻っていた。渡来邸に戻った蓮とルイは、有婚に失敗し変わり果てた姿となった友人榊和也と再会する。榊と共に渡来邸は霧の中へと消えていった。おお、結構ね、あのアイテムいっぱい使ったので、結構 B とかね、そんな成績かと思いきやランク WS ですって。やったー。はい、ということで有婚、なんとも興味深いですね。聖者と死者が婚姻、婚礼を結ぶ。はい、ルイくん、あなたは男の子なの？女の子なの？まあどっちでもね、いいんですけど。ルイくん素敵。はい、ということで今回はここまでとさせていただきたいと思います。また次回この続きプレイしていきたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それでは、マナトでございました。ありがとうございました。WSだー。